Chapter 1. Alright. October 1995. Alright. Weak! Does anybody know what that writing is? Maybe PM, AM, I don't know. I couldn't even tell you. Don't know Japanese that well. It's like PM. Yakuza. Okay, cops. Alright, you dirty pigs, let's see what you got. Why is he standing there? I don't know. Just couldn't tell ya. Later that night. In the previous day. Okay, something weird's going on. Aniki. Sir? Yeah. Sorry about this. I couldn't have Drago on the regular. I told you, don't worry about it, Shinji. Thank you. Sharja. Okay, one of the family members. Lieutenant of... Oh, okay. どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借り。ところが、そうなんか。2億です。取り半って約束になってますから。そりゃ気合入るな。よし、行く。お、兄貴。また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店紹介しますよ。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、飯はまた今度な。Oh, this is gonna be fun. Only it's on property. I hope this is what I think it is. Oh my gosh. Yoshi, okay, let's go. Antara! Yoru osoku ni warui na. Dōjima gumi no Kiryu da. Iya.まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。
夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。金は払わないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。Okay, that's cool. もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。
Interesting. 兄貴。あ、でも風間。まだ。はい。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って。分かってる。俺、しばらく薩の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、100,000 yen is roughly, I don't know.何やってん、おら。おうおう、お前どこの組のもんや。え、すまん。すまんで済むか、ボケ。Dude, how much damage can this guy do?何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウってあの、そや、堂島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりコナホ、どないしようか。すんません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう。ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、覚えておきます。でも、ああ、
でもないや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろいっちやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたのなら謝ります。なんやと？根性あんねやったら殴り返してくげ。Nah, you did it. 気は済みましたか？ Done here. その強がり、どこまで続くかの？アホくさ。Whatever。筋通すなんぞ言うて、無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら、体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが、俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか？ええ。ふん、わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとな。何？でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか？その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか、早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キリュウのお辞儀ありがとうございました。もういつも。おい、森さん。あれちょっと寄ってきませんか？相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。
組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね。ユミ、ちょっともう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎうまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって固いから金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。